ハフ変換。ハフ変換はデジタル画像処理で用いられる特徴抽出法の一つである。古典的には直線の検出を行うものだったが、さらに一般化されて様々な形態に対して用いられている。現在広く用いられている変換法は、及びが1972年に発明した一般化、ハフ変換である。この名は百六十二年にが得た関連する。 特許に由来する。この変換法は1981年のの論文、ジェンラライシングザ、ハフトランスフォームツーリテクトアービットレディーシェイプス、ハフ変換の一般化による任意の形態の検出によって、コンピュータビジョンの領域で広く用いられるようになった。いかなる点を取っても、その点を通る直線は無限個存在し、それぞれが様々な方向を向くが、これが、 破風変換の基本原理である。破風変換の目的は、それらの直線の中で、画像の特徴点を最も多く通るものを決定することに、ある。すなわち、その画像に最もよくあった直線である。二つの点が、様々な直線のうち、同一のものの上に乗っていることをはっきりさせるためには、直線と直線との比較ができるような方法で、 直線を表現する必要がある。標準的な波不変換では、一つの直線を二つのパラメータで表す。パラメータは通常、R およびシータと呼ばれ、それぞれ原点から、問題の直線に引いた方線の長さと角度とを表す。このように表現すると、直線の式は次のようになる。そこで、画像上のすべての直線に、の組を対応させることができる。 フォーミュラ2かつフォーミュラ3とするか、もしくはフォーミュラ4かつフォーミュラ5とすると、ある直線に対するの組は1位に決定する。言い換えれば、シータに対して直角で、原点から R の距離にあるものとして、直線を表現するわけだ。の組の集合がなす平面を、ハフ空間と呼ぶこともある。このような表現を取る点で、ハフ変換は、いわゆるラドン変換と、概念的に極めて近い。 すなわち、破フ変換とは、日課された画像に対して、ラドン変換を施すことに他ならない。平面上の一点を通る直線は無限に存在する。問題となる、点の画像上での座標を、フォーミューラ6としよう。この点を通るすべての直線は、次の式に従う。これは、平面上の一つの制限曲線に相当し、画像上の点が決まれば、1位に決まる。 二つの点に対応する曲線を重ね書きした場合、破風空間内において二つの曲線が交わる点は、この二つの点を同時に通る直線に対応する。一般化すれば、画像上における直線上の点の集合は、その直線に対応する破風空間内の一点で交わるような制限曲線の集合を生成する。破風変換に用いる元データは、通常、正の画像で、 通常はそれに輪郭検出を施す。各して変換される点の集合は必ずしもすべてが適切な画像の輪郭とは限らないことになる。変換処理は任意の数の瓶区切りに量子化され、それぞれの瓶が画像の輪郭になりうる一本の直線を近似的に表す。重要な点ないしは特徴点の各々は 自分を通る直線を表現する B の集合に投票をする。すべての特徴点について投票を実行する各瓶の値を単に加算していくと一つの配列ができることになり、その配列から元の画像データに最もよく当てはまる直線が得られる。配列の中から大きな値を取った瓶を探し出すと一群の適切な直線とその近似的な幾何学的定義が求まる。 ピークを求める。最も簡単な方法は何らかの式位置を当てはめることだ。場合によっては別の方法を用いるとより良い結果が得られることもある。この方法では直線の長さの情報が得られないので、次の段階でどの直線のどの部分が画像に当てはまるかを付け出さなければならない。図を見てほしい。ここではデータとして左に示すような5つの点を考える。 それぞれの点に対応する、破風間内の制限曲線は同じ色を用いて、右に示した。これらの制限曲線を得る方法は次の通りである。緑のデータ点を例にとり、中央の図に示す。破風空間に描かれた、制限曲線の交点から、一つの長さと角度の組が求まる。この長さと角度は、テストに用いた点を結ぶ一本の直線を示す。 この例では、交点は R0 のサス点であり、黒の実線に対応する。この線は5点を結んでいる。以下の別例は、2本の太線を含むラスター画像に対するフ変換の結果を示す。この結果は、行列に格納される。各要素の値はそこを通った、制限曲線の数を表す。値が大きいほど明るく表示してある。明るい個点が2つ見え、 これが2本の直線を表す2つの交点である。これらの点の座標から、画像中心から見た2本の直線の距離と角度が得られる。画像強度の局所的な勾配の方向は輪郭に直行するはずである。この点を考慮に入れて、オーゴーマンとクロスは、直線の検出における改善法を示唆した。一般的に輪郭検出は、 画像強度の勾配の大きさを計算する過程を含むので、勾配の方向が複次的に得られることがしばしばである。任意の座標がたまたま実際に直線の上に乗っていたとしよう。この時局所的な勾配の方向から、問題の直線に対応するパラメータ θ が得られ、即座に r も得られることになる。実際には、真の勾配方向は誤差を込みにして推測するしかなく、 プラスマイナス20度程度の精度となる。これは、制限曲線を誤差分のプラスマイナス20度は、トレースする必要があるということを意味する。だが、180度ではなくプラスマイナス20度なので、計算時間の短縮が達成されるだけではなく、不必要な投票を抑制するとができるので、真の直線に相当する、配列のピークをはっきり見せる効果がある。 上記の方法は直線を検出するためにしか役立たないが、一組のパラメータで表現し得る形態についてはすべて類似の変換法が応用できる。例えば平面上の円は中心と半径を表す三つのパラメータに変換することができるので三次元波幅空間を用いることになる。任意の楕円もパラメータの組で容易に表現できるので同様である。 さらに複雑な図形には一般化、ハフ変換が用いられる。この方法は事前に用意した参照用のテーブルを利用して特徴点が事前に用意された形態について、その位置、向き、スケーリングを投票できるようにしたものであり、テンプレートマッチングに近い方法である。円について応用した例。求める、円周上にある、はずの一点、X、Y について、 それを通る無限に多くの円を考えることができる。それらの円の中心座標、半径をパラメータとして、三次元破風間内に、プロットすると、一つの局面が形成される、投票。各データ点について、投票を行い、多い票を獲得した、破風間内の点が求める円を表現するパラメータである。よく用いられる変法の一つである。 あるステージで最も高い値を得た瓶が次の検索における値の範囲を制限するために用いられる。破変換が有効なのは正しい瓶に数多くの投票が集中し背景雑音から容易に分離できる場合のみである。したがって瓶はある程度の大きさでなければならない。そうしないと投票が隣接する瓶に行ってしまう場合があり、主となる瓶の見やすさが落ちてしまう。 同様に、パラメータの数が大きいと、すなわち、通常3を超える、数のパラメータを用いる、一般化、破風変換の場合、便一つあたりの平均投票数が、極めて小さくなってしまい、正しい瓶の投票数であっても、隣の便と大差、なくなってしまう。このように、直線や円以外に一般化、破風変換を用いる場合は、特に注意する必要がある。最後に、 破風変換の有効性はデータの質次第であることを挙げる。輪郭の検出は良好でなければならない。ノイズの多い画像への破風変換の適用は極めて微妙なものであって、一般的には事前に雑音低減を行っておく必要がある。最初の主な用途は泡箱写真の自動分析であった。破風変換は1962年にアメリカが収穫特許を得ている。 メソッド &means for レッキグナイシングコンプレックスパターンズ複雑なパターンを認識する手法この特許は直線を傾きと切片でパラメタ化することを内容としており傾きは無限大になり得る縦軸に平行な場合ので無限の変換空間が必要である場合があるという難点があった本項目で例示したの組による パラメタ化は傾き無限大の場合を考慮する必要がないので、どのような場合でも適用可能である。これを最初に記載したのは、であった。黄ー,ーマンとクロスの変法は、が書出である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。